こんにちは、速歌塾の久保です今回はね、あの人気シリーズ、危ないデカについてなんですけども、危ないデカの主人公、まあ言うまでもないんですけども、タカとユージというね、柴田恭平さんとタチヒロシさんが長い間演じているこの二人の主人公なんですけども、このお二人のね、いろんなエピソードの中で、私のチョイスする名言をここで紹介したいと思います。まずは、タチヒロシさん演じるタカの名言です。 1>, 1つ目「俺から逃げ切れたやつは一人もいない」「女を除いて」というねこの厳しさとそれから強さとちょっとしたユーモアを含んだ言葉結構私好きなんですよ数々の事件を解決解決なのかなまあ解決してきたタカの自信と女心への理解がうかがえる名言かなと思って結構好きなんですよねで2つ目なんですけどもちょっと真面目な ポイントがね、えー、出ている言葉かなと思いますけどもこんな言葉があります。刑事の緩和科学を超えるというね、うん、豊富な経験と直感を頼りに事件を解決するたかの信念を表す言葉としてこれも心に残ってるかなっていうところです。3つ目どんなやつでも必ず心の隙を見せるってことがありますね。これは犯犯人に対してどんなな狡猾な犯罪者でも 必ず弱さとか隙があるっていうね、タカの洞察力を感じさせる名言です。実際そういったほんのちょっとした証拠と感情の動きからね、えー、事件の解決に結びつけるというところが刑事の勘だなと思いますよね。えそしてシンプルに、正義は勝つ。必ず勝つ。それが俺たちの仕事だというふうに言ってますよね。まあ、どんな困難な状況でも正義を貫き通したいというタカの強い意志が 感じられたのかなと思いますこの辺ねファンをたくさん作るためのキーワードになってるんじゃないかなと思いますえそして5つ目なんですけども「男の仕事は最後まででやり遂げることだということととだいうすよね、まあ、危ないデカ」シリーズ好きな男性の中に、まあ、ロスジェネ世代っていうのがいると思いますけども多分こういうふうにね「俺も絶対に最後までやり遂げるぞ」っていう気持ちで今日まで頑張って生きてきたんじゃないかなと思います最後まで諦めずに目標を達成するタカの 男らししさを表現した言葉で私たちの憧れにもなっているんじゃないかなと思いますまあ不思議ですよねドラマの中に出てくる俳優が NG を出しながら演じる、まあ、そんなドラマなはずなのにこのフィクションに対して私たちはリアリアティを、ね、感じてしまうんですよね次は柴田恭平さん演じる有事の名言です1つ目「女と車は俺にとってオアシスだ」というね えー、やっぱり仕事一筋の高とは対照的に遊び心のある有事のキャラクターを表す名言だと思います私もそんな気持ちをねちょっと心の中に残してますねで2つ目感は大事だだが証拠も必要だとこれね直感だけでなくて、えー、論理的な思考も重視する有事のバランス感覚を感じさせる言葉ですで3つ目どんなやつでも情があれば救われるという,うにねちょっとほろりとする言葉も残しています 犯罪者に対しても人間としての優しさを忘れないユージの温かさが伝わる名言かなと思って今回紹介させてもらいましたそして4つ目人生を楽しむには笑顔が必要だとねどんな状況でもユーモアを忘れずに楽しむユージのポジティブな姿勢を表した言葉と言えるんじゃないかなと思いますそして5つ目最後になりますけども相棒は家族よりも大切な存在だというふうにね ピシッとと言ってくれるところがあります、ね、さあ私たちは人生の中で相棒というものを見つけるることがでできているでしょうかもしかしたらねいまだに見つからずにそれは取りも直さず選ばれてない自分に気が付くことでもあるのかなと思いますそういう意味でこの「鷹と雄二」は信頼関係で強く結ばれたその絆を表す言葉として今回最後に紹介させていただきましたまあこういった名言はね このドラマ、「危ないデカ」の魅力を凝縮したものであって主人公2人の個性や生き方が鮮明に浮かび上がってくると思うんですよねえそして昭和平成令和と時代を超えて愛され続ける名作ドラマの名言集こういう風な形でね今後もお送りしたいと思いますいや本当にドラマって面白いもんですね。それではまた次回お会いしましょう